おおになっておりますタテですでそういえばですね昔のこのチャンネルを振り返ってみるとですねゆるい話ってやつやってたなぁなんて思いまして今回はねちょっとそんな感じでゆるくですねお話をしていければと思います普段はねなんかクラウドファンディングとかガジェットの紹介というふうにしてですねテーマを決めてお話してるんですが今回のテーマはあるっちゃあるんだけどなんかあんまこう情報をね道っと詰めるというよりかはですねなんかこう あの思いつくままにという感じでですね話していければいいなというふうに思いますなのでねあの気楽にご覧くださいあの緩い感じで僕も喋ろうと思います今回のお題はですね電動モモビビリリテティィ次世代モビリティととといいいうことでいきたいと思いますあのちょっと前に今の仕事についてみたいなお話でですね レイサンスタナグラという福島のねホテルに行って次世代モビリティが走れるゾーンを作ってますよみたいな動画を出したんですがまあねそんな感じで私今次世代モビリティにまあ、えー、仕事でちょっと関わることがあるというところとあと、まあ、個人的にねそういうなんか未来っぽいものとかテックっぽいものが大好きなのでまあウォッチしてるということでねその辺りで思うところとかをね皆さんと、えー、皆さんにシェアしていければというふうに思いますで そもそもいつぐらいから面白いなぁとまあ興味をち始めたかっていうと結構前であのこのチャンネルがねもともと始めたアップバンクっていう会社でやってたんですけどその頃からね実はね気にはなっていたんですよ当時はあのホバーボードって言われる製品が出始めた頃でしたなぜホバーボードって呼んだのか分かんないんだけど二輪でね乗って体重移動で動くみたいなやつですねでまあちょっとその製品の不具合とかがあってね 結局まあ,あの世に広く出る前に、あのー、まあ何て言うのかなポシャっちゃったという感じなので実際に仕事としてそんなにがっつりね扱うことはなかったんですがああそういうものが出てきたんだみたいなねあでももうちょっと更に前で言うとセグウェイとかもねあったっちゃあったんですけどね。で その後に、海外のね、YouTube を見てると、まあ、というかまあ、具体的に言えば、ケイシーっていうね、超有名なブロガーも、チャンネル読者数1000万人ぐらいいるんですけど、彼のチャンネルを見てると、めっちゃ電動のスケートボードですよね、ニューヨークでこう乗り回してるシーンがあるんですよね。これはめちゃくちゃかっこよくて、アメリカ今こんなことになってるんだ、みたいな、まあ衝撃を受けたことがあると。で、まあいろいろ調べてみると、これもあの他のテック系のことと似たような構造になっていて、 まあ深圳といえばもう世界のなんていうのかな一大テクノロジーの集積地みたいな感じであのインターネット系ですねでもソフトウェア系はアメリカのシリコンバレーが強いと、まあでもね、ハードウェアも圧倒的にシンが強いという状態になってるんですねであのその強いというのは例えば部品の調達とか工場のラインを抑えることとか工場で働く人を確保するとかですね あとはそういうなんていうのかオペレーションに長けた人とかマネジメントに長けた人がもうたくさんいるとで今までたくさんのプロジェクトもう無数のですよねプロジェクトを成功させてきたっていう実績がある地としてはですねやっぱね新は揺るぎないと例えばねえっと単純に人件費だけで言えばねインドとかあのまあ例えばベトナムとか候補に上がることもあるんですがその蓄積と集積においてはねもう新鮮にかなわないということがあるんですが。 そういった形で、実際モビリティ、電動モビリティもやっぱりね、シン,ンが非常に強いんですね。ただ、デザインはですね、アメリカとかヨーロッパで作られている、あの設計されていることが多くて、まあ、見てみるとあの、そういうケースが多いと、あのなんていうのかな、まあ、スマホとかとね、似てる構造ですよねあの。アップルもカリフォルニアでデザインしてますけども、カリフォルニアのね、アップルのヘッドコーターで iPhone を組み立てるってことはもうね、ないのでね。 あの組み立ての工場は中国とかインドにもねあるっちゃありますけどとからまあアジアの方で作ってるという状況がありますけどデジタルモビリティもそんな感じですとではそんな感じなので新しいものをねあの手っ取り早く見ようと思ったらですねやっぱりアメリカにあの固まってるんですねで CES というテクノロジーのまあ一大祭典ですよがあるんですねコンシューマーエレクトロニクスショーと言われるんですけれどもこれが年に1回ですねアメリカのネバダ州ラスベガスで開催されます 私そこにですね、取材の仕事で行くことがあったんですけども、なんかあれですね、このペースあんまり緩くないですね。まあいいか、あの、そこにね、行くことがあって。で、やっぱり行くとですね、まあもう大量のね、取材モビリティに溢れてるわけですよ。あの、電動モビリティにね。これはね、私みたいな人間にとっては夢のような世界で、まあ、本当にね、興味深かったですねで。いくつかご紹介したいんですけども、 一つ目はですね、えー、セグイ・ナインボット。あのー、それこそ、あれですよ、先ほどお話したホバーボードよりも前に出てきた次世代モビリティ第一世代みたいなね。ので言うと、セグエっていう会社ね。セグウイ自体はアメリカの会社だったんですけど、ちょっとあの創業者の方にあの不良の事故があったりとか、まあ、まあ、そもそも経営が立ち行かなかったりしてですね、ナインボットって中国の北京の会社の。 参加に入っているんで,す、ね、でまあでもそういった形でセグウェイブランドっていうのは生き残っていて、まあえー、そこがですね、えー、2020年の1月にラスベガスで展示してたのがですね今写真ご覧いただきましたこの製品なんですねこれ完全に SF でしょ椅子ですよこうなんか未来的なフォルムの でこの未来的なフォルグの椅子に座るとそこについてるなんかあのジョイスティックみたいなやつあのプレステとかニンテンド6 4のコントローラーみたいなやつで動かすとね動き回れるというやつなんですね。安全上の関係みたいなので座るのはいいんだけど走るのはダメって言われたからなんかね乗ってあの不安そうな顔してるんだけど写真しかないですけどあの YouTube の動画とかで見るとね実際に人が乗って走ってるのも、えー、見,れ見ることができます。これはね 面何なんだろう自転車でもないしもちろんバイクでもないし車は僕らが車としてイメージするものともね全然違いますよね。まささにに次世代とと呼ぶののふさわしいなといなう感じの会見ですけどねで、まあ、もうちょっと僕らに身近なところで言うと、えー、伝統の、えー、キックボードみたいなやつですね。あのー、英語だとスクーターって言ったりしますけどもこれはねもうえっとアメリカだと。 いろんなところで広く使われていて、えっ、ー、と、バードとかライムとか、あとジャンプかなっていう名前とかで、えっ、ー、と、LA とかで、えっ、ー、と、見かけました。これはね、えっ、ー、と、日本でも、あの、こういったことを え、トライしようという、まあ、実証実験ですね。その、大規模にサービスがローンチされるというところには至ってないんですが、実証実験みたいなものは始まっていて、あの、ナンバープレートつけて走っているものとか、なんか、あの、なんていう、ちょっとした、ま、規制ーみたいなことをしてやっているということは始まっていますね。なので、まあ、えっと、アメリカとか日本とかでは、えー、これは、 こういった何ですかースクーター。電動キックスクーター型のやつは結構身近なものになり始めている。アメリカではなっていて日本ではなるかもしれないみたいなのがまあ2020年の秋時点の話ですね。で、ただですね、そのコンセプトというか、新製品的にこうお披露目されているもの、CS でお披露目されていたもので言うと、この写真みたいにですね、何だろう。 普通のエンジンがついたバイクとは違うですねなんかいかの電動だからできるような面白いデザインのバイクとかあとですねこれはねハーレー・ダビッドソンですねの電動バイクとかもあるんですね。ハーレーといえばもう何て言うのかなアメリカの象徴ガソリンバイクみたいなそれこそあのイージーライダーみたいな映画もあったと思いますけどそういうところすらももうね電動のものを作り始めているというのはねこうなんか時代の変化というか流れを感じますねという話ですね。 であのこのハーレーのねエンジン音あンモーター音かモーター音をね撮影してきたのがあるのでご覧ください <music> どうですかあのねバイク好きの人からすると えっていう人もいるかもしれないけど、僕はね、めっちゃ好きですね。なんか、うん、すっごい近未来感ないですかこのヒゅイーみたいな感じで、やっぱ未来の音はこうだろうみたいな、なんか、ボルーンみたいなやつじゃなくて、この、フィーンっていう感じがね、いいですよね。で、今度ちょっとですね、場所が映って、中国でということなんですけど、これはですね、えっと、北京です。天安門広場なんですけど、あのゴミ拾いのですねあの、おばちゃんが電動のモビリティに乗ってました。で、こんな感じで、あの、ハーレーとかいないけどね、 中国はもうすっごい電動のモビリティがですねあの普及してるんですね。あのではあの出前をする人たちなんかもうそうかなりの確率で電動の自転車に乗ってますし深センなんかに行くとあの電動のあらゆる形のねあの一輪車みたいなものとか自転車みたいなものとかそういうのに乗って移動してる人たちが、ね、たくさんいます。なので中国は電動モビリティのねあの先進国と言っていいんじゃないでしょうかねあの。もちろん工場がたくさんあるから安く作れるんですね。 あのアメリカでデザインさして、まあ、シュッとしたものはですねアメリカとかヨーロッパとか、まあ、たまに日本に入ってきたりして高く売れるんですけどあのもっと安いシンプルなものとかは、ね、中国に大量にあるという状態ですね。で この動画はですね、えー、香港で行われたトレードショーなんですけども、トレードショーの一角にもですね、やっぱり電動モビリティゾーンみたいなものがあって、まあ、大量にね、出展されてるんです。で、私これいいなと思ったのは、あのいわゆるファットバイクって言われる、おっきなタイヤがついた自転車を電動にするんですねで。タイヤが太いので非常に安定して乗れるし、バイクではなくて、こいで乗ることもできるから、モペットというのか、まあ、ファットバイクというのか分かんないですがね。これはね、あの 今後出てくるモビリティの中で、あの走行の安定性と、まあ、見た目もね、いいですしね。あの含めていいんじゃないかなというふうに思います。ちょっと動画をご覧ください。まあね、そのあんま速くはね、走れなかったですけどね。あの、良かったですよ。自転車型の。 タイヤ細いものもも安定して走れます、ね、もう一個写真をご覧いただきたいんですけどこれはね、えっとまあ、ちょっと電動実際モビリティじゃないですけど電動のタクシーなんですが香港からシンに入るとですねもうこんな感じでドーッとですねものすごい数のね電動タクシーが並んでいるという状態なんですねこれは BYD という会社沖縄とかで走っている電動バスとかもこの会社なんですけどが作っているですねタクシーですねということで、まあ、中国は こういう風にして電動の乗り物非常に進んでいると、まあ、一方で日本もですね、まあ、全く何もしてないわけではなくてこれまた CES に戻るんですけどこれですねトヨタがえと参考で出展していた、えー、自治体モビリティ電動モビリティの写真ですね。で、えーとまあ、ソニーもですねあ,のあくまでも何て言うのかなコンセプトモデルとしてですけどもこんな感じのですね電動の自転車を あっこ,この辺りは緩い話ということで、電動の車をですね CS で披露してたりもしますただですね、やっぱね、あのー、攻めてるとかはもっと攻めてましてですね、電動のモビリティっていうとですね、陸だけじゃないんですね、こんな感じで、空飛ぶモビリティというのもありました。これはですね、ウーバーとヒュンダイが共同で開発しているというですね、まあ、空飛ぶタクシー、空飛ぶ車じゃないよね。 もあるんですねこれ実はあのよくできたモックアップなので実際にこれで飛ぶというわけではないですけれどもね。であのまあこういった形でビルからビルにですねえビルの屋上からビルの屋上とかあるいは郊外の広い場所にえ飛んでいくというような感じのえまあ近距離中距離向けのえエアモビリティということでねコンセプトが作られているという展示でした。 まあそんな感じでですね、今回、緩く、えー、次世代モビリティが気になっています、えー。こんなものを見てきましたというお話でございました。皆さんもなんか、ね、身の回りでこんなの走ってるよ、見たよとか、あのこんなとこ行ったらこんなのがあったよみたいなのがあればね、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。で、最後にですね、えー、と日本の会社で ALI という会社があるんですが、そこがですね、えー、作ったですね、一人乗りのですね、えー、エアモビリティの、えー、と映像もあります。これはですね、えー、東京モーターショーで展示されたものを私が撮影してきた。 映像です最後にですねそれを見ながらお会りしようと思いますそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょうはいや